こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初は冷蔵庫の匂いを消す驚きのポリ袋です。日本製で110円です。このシリーズはおむつや生ゴミ用などいろいろと販売されていますが、こちらは冷蔵庫用となります。特に新しいものではないので使ったことのある方もいらっしゃると思います。ポリ袋には抗菌効果があり、黄色ブドウ球菌などの雑菌の繁殖を抑制します。また袋の表や裏に消臭効果があって、袋の中の食品だけではなく冷蔵庫の内部も消臭してくれます。サイズは幅 210mm× 長さ 400mm× マチ 55mm× 厚み 0.015mm の L サイズで15枚入りです。使用の目安は1袋につき小さめの魚で 3、4匹分、中玉のレタスは1玉分、小皿1皿分、キッチンの生ごみは1から2日分です。こちらは食品衛生法に基づいて定められた食品添加物の規格基準に適合していますので、食材の保存のほかに緊急災害時の調理袋にも使えます。耐冷温度はマイナス30度です。厚めで丈夫だから最後にはゴミ袋として使うとエコにもなる冷蔵庫の匂いを消す驚きのポリ袋です。次は引き出し型の AS 冷蔵庫収納トレイです。220円です。冷蔵庫の空間を活用して小物の整理収納に使えるというものです。トレイには滑り止めがついていますので、冷蔵庫の棚に固定し、ストッパーもついていますので棚落ちも防ぎます。また中身が見えるクリアタイプなので小物も見つけやすく、冷蔵庫を開けている時間も幾分短くなるかと思います。使用方法は冷蔵庫の棚板に挟んで取り付けるだけです。幅約 1.1 センチまでの棚板に取り付けが可能です。材質は本体が AS 樹脂、滑り止め部分は合成ゴムです。耐冷耐熱温度はマイナス20度から80度なので、食洗機、電子レンジ、オーブン、直火、熱湯、そして冷凍庫での使用はできませんのでご注意ください。小物が求められてデッドスペースも有効活用できる引き出し型の冷蔵庫収納トレイです。次は美濃焼で小引き桜の小鉢と中鉢です。日本製でそれぞれ110円です。他にも大きめのプレートや鉢、薬味を乗せるような小さな小皿もありました。私はシンプルで上品なデザインだからなお目を引いてしまいます。小鉢は外側がお花のように波打ったデザインになっていて、中鉢は内側が波打った形状になっています。小鉢の方は直径 10.5 センチなので、サイズ的には手のひらよりやや大きめで、料理やデザートなどマルチに使えそうです。中鉢の方は直径 13.5 センチなので、大皿にある料理の取り分けにもちょうど良いサイズ感です。材質は磁器ですので電子レンジや食洗機は使用できますが、直火やオーブンは NG です。また電子レンジは温め程度で加熱調理には使用しないようご注意ください。今の時期にぴったりの春らしい優しいデザインの小鉢と中鉢です。次は高いところにかけられるハンガーフックです。日本製で110円です。ネーミング通り高いところに引っ掛けられるというものですが、プッシュと書かれたこの部分を押すとドアにかけて干すこともできるというものです。海外生活を経験したことのある方はお分かりだと思いますが、日本にいると便利に暮らせるとつくづく感心してしまいます。こちらはかける位置で耐荷重が変わり、この部分だと 4kg、
小さいフックの部分だと 1kg になりますので、 1kg 以上のものであれば上の段にかけると良いかと思います。材質はポリプロピレン、サイズは大きなフックの幅 6.3cm、 長さ 35.5cm、 厚み 1.1cm です。部屋干しに使えると思い買った高いところにかけられるハンガーフックです。次はメッシュバッグです。110円です。私はダイソーさんでこのような網目のバッグや麦わらの帽子を見ると夏の訪れを感じてしまいます。こちらは底が広めなので見た目よりも割と収納できそうです。また肩掛けバッグとなっていますので、夏の薄着であれば持ち手部分の広さは肩に掛けられる大きさです。サイズは持ち手を含む高さ 50cm、 平置きでの横幅 45cm、 底の短い部分の直径は 25cm です。材質はポリエステルで洗濯ネットを持っている感じで非常に軽いです。耐荷重は分かりませんが、重いものや詰めすぎはできませんのでご注意ください。他にもくすみブルーやグリーン、あとホワイトのようなグレーのようなカラーもありました。ちょっとした買い物やスパバッグとして物を入れて干す収納用など使い方いろいろのメッシュバッグです。次は反射ワンタッチバンドです。110円です。夜間の防犯やキャンプ時など暗い場所で使用する反射材の入ったワンタッチ式のバンドです。使い方はバンドをまっすぐに伸ばし、腕など使いたい場所に勢いよく当てると巻きつくように装着できます。使うシーンは様々で、例えばお子様のカバンや自転車、ジョギングやウォーキング、登山や犬の散歩時などに便利です。材質は塩化ビニル樹脂で、中にはスチールが入っています。一度つけてみて感じたのは、直接素肌につけた場合この端の部分が擦ると痛いので、衣服の上から巻くか、もしくはカバンなどのものに巻きつける方が良さそうです。カラーはブラックやグリーンなどもありました。キャンプ用品コーナーで販売されていた反射ワンタッチバンドです。次は流せる携帯用便座シートです。8枚入りで110円です。こちらは説明するまでもなく便座に敷く抗菌処理済みのシートです。トラベル衛生用品と分類されているのでトラベル用品コーナーに置いていますが、大型店ではトイレコーナーにも置かれていました。私の場合はトラベルというより持ち出し用防災グッズとして購入しています。流せるティッシュやトイレットペーパーに除菌クリーナーという方法もありますが、災害時ではペーパー類は貴重品となりそうなので、この方が迷いなく使えそうです。もちろん使用後はトイレにそのまま流せます。抗菌処理済みということもあり、個別包装なのも便利でありがたいです。こちらは調整用の切り込み付きなので、温水洗浄型や大型の便座に使用可能です。また粘着シール付きなので、使用時にシートが動く心配がないのが使いやすい点だと思います。サイズは縦 45cm かける横 38cm です。シートは一度に1枚以上のシートをトイレに流さないようご注意ください。防災用リュックに入れるなら本当はもう少し買い足したいのですが、とりあえずと思い買った流せる便座シートです。次はユーアグラムのリップライナーです。110円です。私はベージュ系を好んで使っているのでロージーベージュを選びましたが、ほとんど品切れていて7種類のカラーのうち3種類しか残っていませんでした。リップライナーなので言うまでもなく、唇の輪郭の補正やリップメイクを引き締めたり、口角を整えて美人度をアップさせたりなどに使います。
こちらは繰り出しタイプになっています。使い方は2ミリ程度を繰り出し、唇の輪郭に沿ってラインを描き、綿棒などで輪郭をなぞって唇になじませます。外出時はまだまだマスクは外せませんが、リップライナーでキリッとした唇を作って、メイクやおしゃれを楽しむのも幾分気分転換になって良いのではないでしょうか。